トルフィールド4だ。久しぶりのおはこゲームですね。バトルフィールド5のアップデートが終了されると噂を聞きつけ、7年前のゲームに乗り移ってきた。SNS や様子でを見ると国内外問わず、バトルフィールド4へ避難してきた人いるみたいですね。そもそもバトルフィールド4をやり続けているクロートも多々いるみたい。そう考えるとさ、今プレイしている人たちはバトルフィールド4に行っている人たちなわけだ。そんな人たちと戦うということはガフラン、敵が古参兵でクロートで強すぎて、私が弱く見えてしまうことが多々あるかもしれないということが、そもそもお姉様は弱いので弱く見えるとかの次元じゃないと思いますけど、今私そんな話してないでしょ。敵が強すぎて私が弱く見える。以上。いやだから敵の強さ関係せずにお姉様は弱いんだって。まだやり合おうってのか。敵の強さは関係や。お前は雑魚。以上。もしもし警察ですか。はい、妹に暴言を吐かれてしまって捕まえてほしいんです。あなたは雑魚だから応じない。ファッキンポリスメン。電話繋がったままですよ。いいのいいの、みんな私をバカにして。今に見ておれ。お姉様もようやく面白い冗談が言えるようになりましたね。ぐぬぬ。バトルフィールド4をプレイした人なら好きな武器くらいあるでしょう。私の好きな武器はアサルトライフルの AEK ちゃん。高レートでありながら、私としては反動制御しやすい。お姉様はこれじゃないと敵を倒せませんもんね。これであればよりなお倒しやすいだぞ。間違えるなフランよ。スモークをポイポイして敵の視界を遮ったところで全軍突撃。全軍かっこ一人。うさすでうざすしに行きますか。フラグ弾を用いて敵の足元へ打ち込めば、複数の敵がぴょんぴょん跳ねながら死に至る。殺されやすさから敵からはうざがられる武器。なのですがお姉様が使うと途端にうざくなくなるうさす。どん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 キャッカー。どうだ？うざいだろ。今倒した敵からお便りいただきました。え、なんてなんて？お前の顔がうざい、だそうです。は？心が動揺して2階から落下してしまいましたお姉様。ほんと最近の若いやつは美的センスがないっていうか、私の顔がうざいってどういう神経してんだって話ですよ。お姉様の顔が時代遅れになったとか？時代遅れとかあんの？こんな顔。うわあ、懐かしい。私の初めての自作エンブレムだ。これが右側の2作目エンブレムになるんだから人生捨てたもんじゃないよね。1作目、肌が黄色がかって顔色悪いですがどうしたんですか？二日酔いだったのかもしれない。気分を取り直してヒアリーを。おん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 。おん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 。岩肌に敵の影。BF は初心者かい？後ろにも目をつけておくんだなははは。いい音鳴りました。そこで日向ごっこしてな。私は忙しいんでな。あばよ、どけどけー。レミリア海賊団のお通りだー。海賊団かっこ一人、それも船はボート。ボソ。今では立派なルフィだって最初は小舟だったんだぞ。お姉様ルフィの何を知ってるんですか。毎回空島見終わって力尽きてるにわかじゃん。何回か見直しても毎回空島で。体力が、わかる人いませんか。おっとそこで寝そべっている君は AED 欲求者。チャージング。チャージング。くそー、動かないでよもう。チャージング。ペタ、キャッカー。命を救うツールで命を刈り取る。これが物は使い手によるってやつですね。有名な話でダイナマイトももともとは岩石の破壊などに使われていたものの、その威力の高さから武器に転用されてしまった話があるね。これ教科書に載ってるんだっけ？どうでしたっけ？そもそもお姉様教科書見る前から食べてたじゃん。あー、そういう生徒いる。そんなやついないんだが。いないよね。あばば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 ばスリスリ温めて温めてチャージング。ベタ。アップ思い出した。固定砲台使ってる人には効かなかったこの攻撃。キャッカー。お姉様も衰えましたね。AED 進めてきたの不乱なんだが。あ、なーんでもなーいでーす。海賊団の船消えちゃったからこの水上バイクを拝借しよう。え、これ海まで持ってくの？まあまあ BF6 の話でもしながらナイフ振り回そうや。BF6 の発売は2021年4月以降の発売らしく、噂によるとバトルフィールドバッドカンパニー3が発売されるのではとの話が。でもバトルフィールドバッドカンパニー3だろうって根拠が見つからず、普通にナンバリングの BF6 になる可能性も大いにありますよね。そうだね。ただやっぱりバトルフィールド5でこけてしまったがゆえに BF 次回作は本気出してもらわなきゃ。今まで本気じゃなかった言い方ですね。本気だったんだろうけど、開発陣営が作りたい BF ってイメージがあって、ユーザーが求めているものではなかった感じがするね。お姉様が求めている BF とは？それはいい質問ですねフラン君。好きなこと言わせてもらうと、やはりここら辺で64人を超えた大人数マルチ対戦、128人対戦とか試みてほしいね。エレクトロニックアーツは64人を超える人数でテストプレイしてみても面白くなかったって明言しているらしいですよ。そこを面白くするのが企業努力ってもんですよ。やはりマップは64人マップではカオスになるだけなので、今よりも大規模に調整、そして128人がこけた時のために64人以下のモードは残しつつ、マップは128人用のものをリサイズしてしまえば安くつくのではないか。この姉よく喋るな、オタクか。あとマルチのモードはむやみに増やさないでほしいな。無駄に増やしてユーザーが分散し、1ヶ月後にユーザーが消えているものは無駄なリソースとなってしまう。
それよりは人気モードのバランスを整えてもらえるとこれ幸い。まあでも既存のモードだけでは新規性がないって言われてしまうので難しいところですね。あとは BF の強みであるオブジェクト破壊の強化だね。私の知る限りバトルフィールドバッドカンパニーから始まったオブジェクト破壊はバトルフィールドバッドカンパニー2でさらに強化され、バトルフィールド4ではレボリューションと呼ばれるマップを変化させるまでに至った。これをもっと進化させてほしい。オブジェクトの破壊にランダム性があるとなお面白みが出ますね。なんだか味方がナイフ殴り手伝ってくれてるみたいです。おお、ありがとな。もう遥か昔のことでレボリューションって何って人用に公式用つべからパクってきました。このビル崩壊は衝撃を受けましたね。マップが変化することによって戦略を変える必要があり、意味のあるオブジェクト破壊だったね。暇な時はたくさん壊した。暇すぎじゃないですか。ここ好きなシーン。転がってきた大岩に人が潰されるシーンが好きなシーン。頭おかしいやつですね。私の要望はまだあるぞ。武器や兵器のカスタマイズ、ガジェット類の増加希望です。サバイバルゲームエスケープフロムタルコフと比較してしまうのはいけないと思いますが、やはりカスタマイズ性が大きいとユーザーに好きな銃や好きなカスタマイズが生まれ、ゲーム寿命が伸びそうですもんね。いかにもいかにも、あまりリアルに寄せなくて私はバカゲーができたら嬉しいな。そのためにはやはりレンタルサーバー機能の早期実装だね。バトルフィールド5では発売からレンタルサーバー解禁まで結構期間かかりましたからね。これでだいぶユーザーが離れちゃったと思うよ。もったいないよ。比較ものとかしたかったのに。ぐすん。バトルフィールド4では AED オンリーサーバーとかクレイモアオンリーサーバーとか立てて、皆さんに来て楽しんでいただきましたね。あの頃から今日まで見ていただいている方本当にありがとうございます。未だにバトルフィールド4の過去動画見てくれてる人まあまあいるんだよね。これからも新作動画が上がるまで過去動画ローテーション頼んだで。一つの動画約7分として、この動画入れて本シリーズ52本、合計364分、時間に直して約6時間。え、6時間で見終わっちゃうの？長いと撮るか短いと撮るかは人それぞれですけどね。話は戻って BF6、皆さんはどんなゲームを期待していますか？こんなモードがいい、あんな機能を引き継いでほしい、あれが欲しい、これが欲しい、コメントで聞かせてください。次回動画のネタにさせていただくかもしれません。よろしくお願いします。さてそろそろゲームに戻ろうか。ゲームに戻る気あったんですね。それ私は立派な実況者なので、えっへん。リッカーな実況者？もしもし、ジリカですか？はい、妹を引き取っていただきたいのですが、え、リッカーの妹はダメだって？ハッキンジリカ。電話繋がったままですよ。いいのいいの。そもそもフランのせいなんだけど、ごほっごほ、ここ煙たいですね。自分で撒き散らした煙なんですが、あばば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 、キャッカー。腕の衰えを感じるぜ。元からクソエイムってあれほど。お芋の香りがするぞ。香ばしいぞこれは。スリスリ温めて温めてチャージング、ベタ。手味方に取られてる。上から効果部隊が迫ってきてますよ。どこ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 、そこ、あばば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 ば、キャッカー。さらに敵の効果を確認。どこかに敵のビーコンでもあるのか、あばば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 、キャッカー。敵のキルかなわず。もう君たちしつこいよ。ルイは友を呼ぶ。お姉様もすぐ顔真っ赤にしてゾンビアタックするじゃないですか。うるさい、髪が黄色いくせに。うるさいぞ。ドブ色の髪の毛つけてるのに言われたくない。ドブ色は傷つく。ごめんね、言い過ぎたかも。いいよ。この姉、切り替えだけは早い。今気づきましたが、チケットさえげつないですね。私がいるチームはやっぱりどうしても必ず勝ってしまいますね。いつもなぜか勝ってしまう。負けたい気持ちの時も勝ってしまう。勝利の女神というのは大変なんだなって思うよ。はいはい、大変ですね大変ですね。こんな時バトルフィールド5の接戦モード、いわゆる GG システムがあったら、チケット差が縮まり双方のやる気を維持できるんだけどね。私は GG システム良かったなと思いますね。こんだけチケット差があると前置きしちゃう人続出だと思うからね。そういえば生放送中にチーターはいますかって何回か質問されましたが、今のところバトルフィールド4でそれらしき人は見かけてないよ。さすがに7年前のゲームで俺つえーする人はいませんかね。バトルフィールド5は未だにチーターたくさんで泣いちゃうよ。こないだのバトルフィールド5の動画ではチーターいないって言ってませんでしたっけ。私が気づいていないだけで結構いたよ。どのオンラインゲームにも言えることだけど、チーターがいるだけでゲーム崩れちゃうからね。今後もチーターと対策はいたちごっこかもしれないけど、頑張ってほしいところ。いっそのことチーターは法的に取り締まってもらえると激減すると思うんですけどね。フォートナイトでは裁判にまで至った事例があるみたいだね。ただある少年は運営から訴えられているのにもかかわらず、チートを使うのをやめず、運営に挑発的な行動をしていたとか、そして母親もそれをかばう行動をしていたとか。アウト。そしてお姉様、そんなところに登って何してんの？このマップ、パラセルストームのレボリューションを発動させようと思ってね。あばば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 、あばば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 。ヒットボックスは表示されるも変化ないな。あれを破壊すればレボリューションが発動されるんでしたっけ？確かそう。どうやら車両にダメージが通る武器なら風車破壊できるらしいですよ。じゃあこの機関銃じゃきっとダメじゃん。この固定機銃じゃダメージ入ってもビビたるものでしょうね。やめだやめだと諦めたんだけど、おそらく味方の戦闘艇が破壊してくれたみたい。風車が破壊されましたね。今回はレボリューションを見学して終わりにしたいと思います。また機会があればバトルフィールド4の動画を上げたいと思いますので、気長に待っていてくださいね。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよならさよならさよなら。